ニルスオーレ・ヒルマー・トーバルズはフィンランドの政治家、欧州議会議員である。欧州自由民主同盟に参加しているスウェーデン人民党の党員である。スウェーデン系フィンランド人で、父は詩人のオーレ・トーバルズ、息子はリナックスカーネルの作者として有名なリーナス・トーバルズである。1969年から1982年までフィンランド共産党の党員だった。 モスクワで経済学を専攻し、タイストイストの雑誌アーベターテッドリンガン・エンヘッドの編集者だった。彼は後に彼の共産主義は反乱であったとしている。1995年から2004年にかけて、モスクワとワシントンでフィンランド国へ放送の外国特派員として働いた。2006年、スウェーデン人民党の党員となり、2007年には、 第三副議長に選出された。このことは彼の過去の経歴から党の支持者を混乱させた。2008年、ヘルシンキ市議会議員に選出され、2009年から2012年にかけて市議を務めた。2009年、彼はスウェーデン人民党の選挙の結果、欧州議会議員選挙の候補者となったが、選挙では14,044票で落選した。 2012年7月5日、カール・ハグルンドが、固い年内閣の国防大臣に就任することに、伴い、欧州議会議員に就任した。2014年の欧州議会議員選挙では、約2万9000票で当選した。欧州議会議員としては、漁業委員会の副議長と、司法及び内政に関する委員会の委員を務めた。循環型社会に関するラポルトゥールとしても、活動している。 2017年6月11日、スウェーデン人民党は彼を2018年の大統領選挙の候補者に選出した。公約は教育、技術、環境であった。この選挙でフィンランドの NATO 加盟を支持したのは彼だけである。得票率は1.5%で全候補者の中で最下位であった。この選挙では現職のサウリニーニストが再選された。 スウェーデン語、フィンランド語、英語、ドイツ語、ロシア語が堪能であり、オランダ語、デンマーク語、イタリア語、ノルウェー語を理解することができる。リナックスカーネルの作者であるリーナ・ストーバルズは、2013年9月18日のリナックスコンの基調講演で、ソリナックスの開発者である NSA が、リナックスカーネルにバックドアを望んでいると冗談を言った。しかし、 リーナスの父であるニルスは、NSA が実際にリナックスカーネルへ、バックドアを追加することを求めていたことを明らかにした。When my oldest son, ライナストーバルズ was asked the same question, has he been approached by the NSA about, backdoors, he said, no, but at the same time he na dead, t he was, t h 部員ザリーガ f フリー h.e. legal、free. he had given ハドギ i g h t answer. But everybody understood that the same as they had, approached him, ニルストーバルズ ,2013 年11月11日リーベコミッティインクワイアリーオンエレクトロニックマスサーベイランスオブユーシチズンズ第11回新聞。ありがとうございます。